ミアです。今日はこんなお洋服に着替えたいと思います。こちらなんですが、ヒョウ柄のワンピースです。で、後ろがかなり大きく開いていて、紐で編み上げするタイプになっています。それでは今からネヒョウになってみたいと思います。こんな感じになりました。結構タイトでミニスカートなんですけど、この横のところがこう編み込みになっていて、背中もこんな感じですごく空いています。それでは今日のミアのブラジャーとパンティをご紹介します。はい、脱ぎました。こういうブラジャーです。今日はですね、このワンピースがすごく派手なヒョウ柄なので、ブラジャーとパンティはちょっとシンプルなものを選んでみたんですけど、ミアの大好きなエメフィールっていうところのブラジャーです。で、今日のお色はクリーム色ですね。で、このブラジャーの可愛いポイントは、カップのところからですね、上にかけて、この肩紐のちょっと上のところまで、レースでできているところがとっても可愛らしいんですね。それでは、今日のパンティもご紹介します。今日のパンティがこちらでーす。今日はリモパンでーす。正面はレースなんですけれど、後ろのお尻の部分もですね、こんな感じで、お尻の部分も全部レースになっています。結構透けますね、このレース。前の部分も、実際、ちょっと布の分厚い面積は結構狭くて、その両サイドにレースがあしらわれていて、スケスケのような印象のパンティーです。はい。今日はこんな感じで、ニヒョウのワンピースで今日のブラジャーとパンティーをご紹介しました。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価お願いします。あと、YouTube の通知ボタン、ベルマークのボタンがあると思うんですけど、そちらのボタンも押していただくと、ミアからの通知が届くようになりますので、押しておいてくださいね。あと、ファンクラブ、ファンティアと、オンリーファンズもやってますので、よろしかったらそちらにも遊びに来てください。それ
それでは、ニーヤでした。またねー、バイバイ。